醤油したタリオやないか。お疲れ様でした。乾杯、乾杯、乾杯。完了。飛び出しました。オッケーオッケー。落ち着いて落ち着いて。落ち着いていこう。おお、前行ったな。ゴロバルツが行きました。タバル行かんねえ。うんうん。いや、いいよいいよ。折り合った方がいい。まずは坂の下りにかかっていきます。また入れ替わった。登場面に入っていきました。なんなんこれ。ここで先頭58歳柴田義臣、リースワンリュックに変わりました。外からノーブルス対、名将タバルはちょっと抑えて3番手。ルメちゃんももう上がってきた。エコロバルツ、そしてなんなんこれ。そして湘南ラプンタ、ダノンデタイルはかなり位置を下げています。ダノンデタイル。ミルコが上がった。すげえ。一気にデイリーが激しくなりました。うわ、ユタコさんが言っとる。3番手、シバルツクーゲルが先頭です。京都の武豊、アドマリアテル早めに番手、炎症カバルは一回になったか、アーバンシックが上がっていく、エデントールも負けていく。うわぁ、ダノンデタイル、場内からはヒメイが上がっているぞ。やっぱりヒメイル、一気に下がった、エデントールに倒される。ワルメちゃん強い。アーバンシック、クリストフルメール、さすが。アーバンシックです。最後の一発掴み取りました。いやー、ダービーはダノンデタイルは全く伸びず、